アイキルリンを一番夏目漱石風にやってたやつが優勝。今宵はアンヤですよ。血が綺麗ですね。わろた、クソわろた。夜道には気をつけてくださいね。今夜の月は赤いですね。今夜は新月ですね。我が輩は犯人である。行動はまだしてない。あなたが見る月を永遠のものとしましょう。名前はもうない。朝日は昇りませんよ。運の月ですね。ああ、出会っちまったか。十二王子じゃないですか。別れとは悲しいものです。鬼女はとても美しい。私はいずれ過ちを犯すでしょう。月が沈みますね。最初からこうすればよかったのでしょう。風が止みましたね。この月、月の裏側に案内しましょう。月が見えなくなりましたね。夜の一人歩きは感心しませんよ。人に言えない願望を叶えたい衝動に駆られます。目を閉じてください。月来たな。なんかわろた。一首持って大悪を中す。月が綺麗に入りそうですね。桜が咲くようですね。真っ赤な花を咲かせましょう。そなたはとても美しい。今夜は雨になりそうだ。今日は冷えますね。誰も来ませんよ。月に代わってお仕置きですね。増えた。明日の月は綺麗でしょうね。これだな。青白い肌があなたにはよく似合う。素直にすげえと思った。かっこいいな。漱石先生何やってんすか。優勝。